こんにちは。実は超ビビリはじめ社長です。はい、今どこにいるかというと、はじめ社長の3億円のお家にいるんですけども、実は今年に入ってからですね、まあ去年ぐらいからかな、去年の年末ぐらいから実は3億円のお家かなり大改造工事をしておりまして、これから動画でいろいろ発表していくと思うんですけども、かなり3億円のお家すごいことになってきましたよ。これ3億でとどまるかな。うん、プラス1億いっちゃうかもね。実はそんな3億円大改造中の、まあ、第1弾ですかね。今回はその第1弾の動画になります。だから結構3億円のお家のこう進化の動画がこれから増えると思う。楽しみにしててください。なんか世界の情勢とかも結構怪しくて、これ結構非現実的な話をしてるんじゃなくて、結構マジで怖いなって思っちゃって、普通に。はじめ社長の3億円のお家、海沿いにあるので、津波とか災害が来た時にも、なかなか厳しいポジショニングしてるなと。地震とか津波の災害とか、それなんかミサイル飛んできたりだとか、そうなった時に、果たしてこの家、全部コンクリートでできてるんで結構強いと思うんですけども、本当に大丈夫なのかと。こんな素敵な3億円の豪邸、どうせだったら、もっと強化しちゃおうじゃないかということで、なんと、核シェルターを置きました。皆さん、核シェルターって聞いてピンとくる？俺はね、ピンと来てない。まだ実物見てないんですよ。核シェルター買えるらしいんですよ。核シェルターを買えるって聞いて、なんか、シェルターはどういう意味かっていうと、英語で避難所っていう意味らしいですね。まあ、その核ってつくことによって、その、例えば核ミサイルが飛んできた時の放射能とかを防いだりだとか、なんかそのバトル中とかでもかなり強い避難所が、家に設置できたということで、家に隠し入れた運び込むのに1日ぐらいかかってて、めっちゃ大掛かりなことしてた。あれか？ちゃんと法的に道路を塞いで、なんか通行止めにして、でっかい大型クレーンとかでこう、なんか動かしたりして一応設置してたみたいです。というわけで僕まだ実物見ていません。早速核シェルター見に行ってみましょう。はい、というわけで核シェルターが置いてある場所に来ました。置き場所超悩んだんですよ。なんか地下にシェルター置かれる方もいたり、結構置く場所こだわる方がたくさんいらっしゃるらしいんですけども、買う人で。私はですね、一応車庫というか、ガレージの中に核シェルター置かせていただきました。早速ご覧いただきましょう。こちらです。なんだっけこれ。というわけで、はじめ社長3億円の家の核シェルターでーす。初めて見た俺も。監視カメラとかあとで触れましょうか、そういうの。この設置をしっかりと責任を持ってやってくださった方、カニ兄さん、大地さん、よろしくお願いします。どうもどうもどうも。クライシス01 A place to avoid the crisis、 危機から逃げる場所という。ちょっと見ていきましょうか、大地さん。これ、はい、もうここがエマージェンシーやもん。大地さん、ありがとうございます。はい、これが入り口ですね。そうですね。え、監視カメラついてんの？これ中から見れるってこと？そう。やっぱ、え、光っとる。光ってるんですよ、これ。そう、まあ、オレンジ色なのかな。ここはあの、うん、小人用の階段ですか？あ、そうですね。なんかシェルター、核シェルターって聞くと、もうちょっとなんか地味なイメージがあったんですよ。はいはいはい。なんか実用的というか、もっとなんか銀色の、もうちょっと業務的なものかと思ったら、なんかもうガンダムの世界とか、なんかロボットアニメとかで出てくるようなこの見た目。すごいね。ちょっとぐるっと回ってみましょうか。これが排気口ね。そうですね。え、こっちも監視カメラあんじゃん。一つだけじゃないんですよ。おっと。すごい。ああやばい、これバイオハザード、ケミカルエマージェンシー、フォールアウトシェルター。危険な時はこの印よく使われてるけど、これから守れるっていうなんかマークなのかな。ただ感染症とかってことでしょ、バイオハザードって。バイオテロが起きた時もここに逃げ込めばいいのかな。そうだね。なんかそういう有害物質っていうのかな。ああ、ガスとかそういったものからも守れるっていう。すごいじゃん。まあ、でもなんかあれがあるんだけど、はしご。これはですね、あの屋外とかに設置する方ももちろんいるじゃないですか。はいはいはい。で、例えば雪国とか、うん、こういった方だと雪が積もったりとかする。ああ、なるほどね。そういったメンテナンスとか、あとなんか中にはなんか太陽光とか置く人もいるらしくて。ああ、そっか、自家発電できるようにそうなの。天井に登ってメンテナンスとかできやすいようにはしごがついてる。すごっ。これじゃあ登ってもいいんですか？ここ大丈夫ですよ。すごっ。お、上は普通になんかでも綺麗なの。全然ワンチャン物とか置きそうですね。しっかり電源もついてますね。でこれすごいのが、
あれなんですよ、家庭用のコンセントで使えちゃうんですよ。ほら、繋がってるじゃん。これこれでいい。あ、そう、それ、それ。あ、で、ちゃんとエアコンついてんの。ああ、見ちゃったか。え、アイリス大山のエアコンついてる。そう、アイリス大山のね。え、監視カメラまだある。こっちも光ってんだ、すごい。え、ダストシュートついてんのこれ。違う違う、非常口だね、これは。本当だ、エスケープイグジット、脱出口か何かあった時用にってこと。そう、中からあの出れるよっていう。マジですごいね、かっこよすぎる、本当。いや、でもやっぱこの入り口ね、もうここからは核シェルターってことは、あれでしょ、放射能とかも通さないってこと。そう、構造を説明すると、あの壁とかに鉛が入ってるらしくて、鉛っていうのはそういう放射物質とかを通さないような、はいはい、通しにくいか、うん、作りになってて、さらに断熱材とかも入ってるから、もう防音とか、はいはいはい、そういったもう本当に頑丈な作りになってるらしいです。海の近くだから津波とか地震とかで何かが崩壊してもこれ頑丈ってことでしょ、うん、そう、一応ね、まあ、災害用ではないというか、はいはいはい、津波とか浮いたりとかしないんだけど、瓦礫とかやっぱ頑丈な作りになってるから、なんか降ってきてもこの中にいれば、まあ、助かる確率が高いと。皆さん、これ大事なのは中です。どうします、刑務所みたいな中だったら。なんか俺調べたんだよ、怖くて、うん、核ミサイルが飛んできて放射能がバーってなった時に 2,3 週間ぐらいは外出ちゃダメなんだって、うん、放射能が降ってくるから。だからこの中で少なくとも1週間以上 1,2,3 週間生活する覚悟はしといた方がいいよっていう。なので、なんかすごい大事です。ちょっと見ていきましょうか。本当に緊急事態の時は靴とかどうこう言ってられないんですけど、今だけはゆっくり土足を脱がせてください。本当にやめて、駆け込むから。たぶん、じゃあ開けます。これが隠してるターンだ。おお、え、ちょ、え、待って、家やん。やばいでしょ。やばいね、いいやん。え、待って、大さん、はい、これ避難所、本当に本当に、なんか外から見るとシェルターって聞くと、やっぱさっき言ったようなコンクリートとかガツイメージある、圧迫感があるような内装だと思うんですけど、くつろげちゃうっていう。エロ、エロくないけど、エロくないけど、え、なんかちゃんと生活を意識してるね。うわ、扉でも重いね。そう、やっぱ頑丈にできてるからね。こうすれば、まあ、放射能からも逃げられると、はい、うわ、買った、これマジで通さないよって鉄の意志を感じる。すごい、やっぱ扉はさすがにいかついけど、ちょっとご覧ください、これ周りが。これそういえば大地区に俺カタログ見せられたわ。床と壁どれがいいみたいなカタログ渡されて、あ、じゃあなんかラブっぽい感じ、沢君の家コンクリートだからちょっと対照的に木でお願いしますって言ったから、これですか。そう、いや、めっちゃいいですよ。身長俺高いけど全然立てる。若干潰れてるんだけどね。いや、けどこんだけ広いとね、すいません、まだ家具とか全然置いてないんですよ。本当に今到着したんですけど、机とか置けるとね、そう、生活できるね。いや、大志さんすごいっすわ、これ。すごい、そう、部屋よ、部屋、部屋だね、マジで生活できる。し、こんなになんか身近なというか、多分俺たちが逃げる時って絶対危機的状況だと思うんですけども、ちょっと気が緩みそうで怖いです。気だけに、気だけに電球が割れないように接触しないようになってます。いろいろ見てみましょうか。あ、これがさっきやった監視カメラだ。マジじゃん。そうなんですよ、マジじゃん。これすごいね。何かあった時に、やっぱさっき言った通り、ここに何日もいるわけじゃん、うん、そう、外の様子っていうのがやっぱ分かりづらいと。確かにね。そういった時にこのカメラを通して外の状況を確認するっていう。救助隊が来たかどうかとかね、まあ、そう、そう、ずっとここいると分かんないけど、これを見れば周りに何が起きてるか分かると。そう、すごいな、なんかちゃんとしてるわ、マジで。ちょっとちょ、え、ランキングさせるわけこれ。そういやー、まあでもなんかよく聞くのは、地震とかある時ってミサイル落ちたことがないから分かんないけど、ネット止まったりするイメージもあるけど、確かに普通に日常的にこの部屋を使えそうね。そう、逆に日常的に使ってた方が、緊急時に何かが壊れてるとか故障してるとかないから、日々使っておいた方がひょっとしたらいいのかもしれない。そうだね。あとやっぱり、あの災害時ってやっぱこう停電とかしちゃうと、はいはい、結局やっぱこう外からコンセント通ってるから、そうね、まあ、電気が遮断されちゃう、はい、一番下にするとなんか発電機から電力を供給するみたいな。
モードになって、ポータブル電源、そのポータブル電源から電気を供給できるっていう。あ、電源からじゃなくても、そうそうそう。あ、でエアコンアイリスオーヤーはね。いやー確かにな、暑い時寒い時いつ起きるか分かんないから、うん、マジで冷房つけん。いやーすごいっすわこれ。マジで脱出します。はい、今プシュー行きました。あ、ここからこうやってさっきの外に行ってるってことね。そうだね、外からの空気をろ過して綺麗な空気になって入ってくるようにするっていう。フィルターなんだ。そう。あ、それで新鮮な空気を入れ続けられる。そう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 。いやマジで隠せるタイヤ。そう、本当にそうなんだ。これがねすごい、まあ、高いらしいですよ。あ、そうなんね。よいしょ。すごい、これはマジでこの家の価値が大きく上がったと思う。これなんだっけ、元を辿ると俺が言い出したんだっけ、なんか隠せるタイヤ。なんでこんなことになったんだ。元を言うと確か SNS、うんうん、ツイッターかなんかで隠シェルターの写真が回ったので、はいはいはい、かっこいい隠シェルターがあるようで、うんうんうん、それを多分見てかっけえ欲しいって言い出したんだよ。すごいな。どんぐらいかかったっけ納品まで。でもなんか最近多いらしいんですよ、隠シェルター買われる方が。本当に4ヶ月くらいだった、うん、確かに。大地さん、はい、気になることがありまして、はい、もうほぼ家を買ったみたいなもんですよ。本当ですよ。そして監視カメラもついている、エアコン、汚染された空気を浄化するフィルター。お高いんじゃないですか。僕ほんと値段何も見ず、大地にもこれ買っといてって言ってたんですけど、はい、値段の方どれぐらいなんでしょうか。よろしいですか。はい、お願いします。はい、こちらの隠シェルター、はい、ズバリ750万円でございます。そこそこ高い。そこそこどころじゃない。ごめん、ちょっと3億円買っちゃっておかしくなっちゃった。いや十分高いですよ。高いです、もちろん。いやでも高いな、それぐらいなのか。本体は600ぐらいなんですけど、はいはいはい、まあ、そこからいろいろ搬入する費用であったり、はい、もろもろ含めて750万。なるほどね、はい、これさ何人ぐらい入れるのかな。俺ちょっと全員は収容できないじゃん。人選が始まる。はい、ちょっと抽選箱準備しといて。ただ物とか生活もすることを考えると、いやーいけて、でも 3,4 人とかなんじゃないかな、わかんない。で今何も置いてないんですけども、この後机だったりベッドだったり食料とかもしっかり置いてね、本当に緊急の避難所としてここは使いたいと思います。すごいね、本当にデザイン性がしっかりしてる。で防音なんでしょ。ちゃんとパンフレットもあるんですよ、クライシス01。ちょっと見てみようかな。世界の隠シェルター普及率日本めちゃくちゃ低い。なんかスイスとかイスラエルはもう 100% なんだって。ただ日本がマジで全然みんな意識してない。パンフレット見たらさ、ほぼ家なんですよ。もう家みたいに使ってるし、外観とかもかなりオプションがあるっぽいですね。デザインとかもかなりこだわれるみたいなので、もちろん楽しむものではないのかもしれないけど、生活する空間となるとやっぱり居心地の良い場所の方が長くいれると思うので、こういうこだわりは大事だと思います。ちょっと生活できるようにいろいろ準備はしておきます。もっと詳しい説明とか奥までの過程は大地くんの会員チャンネルでやってるので、気になった方はそこでぜひ見てみてください。以上、隠シェルターからでした。